はい、皆さんこんにちは。株式会社飛び間佐々木です。こんにちは。じゃあ、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は何やるんですか。今日ですね、あの芝生をこう、はい、引く作業って、はい、をやってるということを聞いたんで、はい、あの今から行ってきたいと。じゃあ今やってるんですね。やってるんですよ。で俺芝生を植えると思ったんですね、はい、なんか種とか撒くのかなと思って、はい、今日じゃあ種撒きっすねなんて言ったら、はい、知恵よって言われました種からだと時間かかるよね、うん、だからなんか本当に引くみたいです。なるほど、はい、じゃあ早速、はい、に行きますか。行っていきたいと思います。今日は何かやるんですか。今日はまあ表立って何かやるかどうかはこの後に出方次第ですね僕のどうでしょうそうですね、はい、はい、じゃあそんな形で、はい、今日は芝生張りをご紹介していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、はい、ちょっと作業してるところにお邪魔してます。おお、淀田さん、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今あの今日芝生張りというふうに聞いてたんですけど。そうですね、はい、今これは何をされてるんですか。あの路盤を平らにして、その上に芝を引いていく、はい、路盤クリックを直すですね。あ、はい、路盤ってあれですよね、この何でしょう、地面、地面です。地面の、はい、今平らに、はい、クリックを直して、その上に芝を張っていくっていうか、はい、なるほど。でもこれ路盤別にやらずにやったらあれなんですか、芝。そうですね、あのやっぱりデコボコが目立つようになってしまうので、自然に治るのかなと思って。いや、あのもともとの路盤はそのまま出ちゃいますね。あ、そうなんですね、はい、これなんかあれみたいですね、土壌すくいの。これちょっと僕もやらさせてもらっていいですか。はい、僕らですか。そういうのいらないですか。お仕事しましょうか。ちょっとこれ見たらそれやりたくなっちゃった。マクのをやりたいんじゃなくて。サクルサクル。さすが、そうさん。はい。はい。どう、平ら。そんちゃん、平らにできた。はい、そしたらどんどん今鳴らして芝生も張ってるところですね。さて宮田さん、いいえ、これもう芝生も今ロバン、このグレーンになってるとこ分かりますかね。これが、今調整したやつ。そうですね、フリークの調整をした、はい、砂で調整したんですけど、でもここをなるべく、ああなるほど、調整して、はい、はい、で並べていく、並べて、はい、並べる時の何かポイントとかってあるんですか。これ一応あのヤンコに貼ってるんですけど。ヤンコ、はい、あ、あれだ、お相撲さんのレンガ張りというか、お昼ってことかな。お昼、ちゃんこ、それはちゃんこ、それはちゃんこ、ちゃんこ、あのなんていうんですか、半分かかってるような感じで、はい、で目地を入れて、ああ、はい、こういうふうに、はい、そうですね、はい、で最後に、まあ、その目地の中にも砂を詰めるような感じで、うん、動かなくしたりとか、あ、はい、で育ってくるとそれも塞がって、こういうところが全部、はい、うーん、で今それを芝生を並べてる、そうですね、芝生を並べてる形ですね、はい、うわすごいですよ、カメラさん見て、こっちすごい、ちゃんと目地がピーって通ってますね。こういうのってこれ全部あれですか、はい、宮田さんが切ったんですか、これ。いや、これはあのカットして売ってます、この大きさで。大きさで、はい、へえ、であの最初のスタートとかこう、はい、あのずらすための切るのは、これで切ってあのずらしていくっていう感じですね。 あ、こういう、はい、これはもう切った。そうですね、へえ、ちょっとあとでその切るところとかも、はい、ちょっと僕にもやらさせてください。はい、で、あとこの目地の中に砂を入れる、はい、あ、
い、そしたら並べ終えたんで今から、目地を入れていきます。ここのラインに全部砂を入れていくんですね。そうですね。ちょっとこれは僕もお手伝いできそうなんでしたいと思います。こう下の方までこうちゃんとしっかり詰めてもらって、あ、ちゃんとこう目地の下の方まで入るように、はい、つくと、はい、こういう感じですか。はい、なんか今みんなでカニ食べてるみたいですね。無言でこういう作業はカニの食べる時と一緒っすね。この手前側も入れていいんですか。そうですね、手前側も。そう、今日芝張りだと思ったら張るって聞いて、なんか種埋めるのかなと思ったらそれはちげえよって言われたから、張るだけだよと思ったら、ロバン作って調整して並べてねじ見て何工程ですか。ありますね。そうですね、土板をまず平らにして、まあ、静止から始まって、そうですね、もともと静止だったんですもんね。はい、で芝を並べてネジ詰め。はあ、おかわりの砂持ってきました。砂はいらんかりください。宮田さんも本気出しました。教えてくれる時のスピードより今2倍速になってます。僕も邪魔しないように追っかけていきたいと思います。あうんの呼吸ですね、これ。それじゃあ宮田さん、終わりましたね。はい、そうですね、目地は入れ終わりました。これで完了ということで。いえ、違いますね。この上にもう一回砂を全体的に撒いて、はい、でその後水をかけて酸性をする。それでもっとあの目地におバーンって刺さるということですね。はい、じゃあちょっとそっちの方もお願いします。はい、仕上げです。はい、これ身で全体的にこれ使う。なるほど、こう埋まるか埋まらないかぐらいの絶妙なところでやっていくんですね。ほほー、きれいに。まあこれでなんかまたなんか平らに寄りになってくる。そうですね、それで水で今度締めていく。散水をして締める。はい、だから先にちゃんとこう水先にあの深いところは入れといてっていうんですね。なんかこの作業を一気にやりたくなっちゃいますけど、細かくちゃんと最初に水を入れとかないと、これだと入ったか、はい、そうですもんね、一発これでやっちゃったら、はい、入ったか入らないか分かんなくなっちゃいますね。はい、で水を、はい、シューズスのお父さんですね、完全にこの作業は。いいな、俺もちょっとそれやりたいな、休日のお父さん作業。言えますか。いいですか。結構たっぷりでいいですか。はい、はい、はい、休日のお父さんの作業です。おー、なんかこれ水まくとちょっと愛情も湧きますね。刈り育てよって感じで、完全に休日のお父さんだよこれ。その水でも今均一にしてるんですね、巻き方で。休日のお父さんではないです、やっぱりプロの仕事ですね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと芝生の張り方を教わったんで、ちょっとここのスロープのところですね、ちょっとやらさせてもらう許可もらったんで、ちょっとやっていきたいと思います。
まず、炉盤を作っていくということで砂を撒きます。そうだ、これを撒くときはここを平らに均一の高さにするために撒くということなので、こんな形で今の盤作りました。そしたらあとはこの上に芝生を張っていくんですけど、この芝を切るとき、こういったハサミ、剪定ハサミで切っていきます。これで1枚、これで1センチぐらい隙間を開けるということなので、ここでこのちょっと斜めなんでね、最初にちょっと目印をつけました。お、切れる切れる。この場合調整を、もういいんじゃないですか。いますね。パクパクパクとパクと、お、いいじゃないですか。奇跡的にこういう時って嬉しいっすよね。多分これ職人さんあるあると思うんですけども、こう切って粒のやつがぴったりはまった時嬉しいっすよね。ネジを入れていきます。こうやってこうやってもういいんじゃない。いやー、きれい。さすが。ネジ巻きました。はい。そしたらあれ、なん上に鳴らすんでしたっけ。砂を全体的に。あ、そうだ、危ねえ、水巻くとこでした。全体的に砂を巻いてきます。はい、そしたらお水をまいて終わりという感じですね。はい、日曜日の父さんです。なるほど、土のまんまだとお水が流れた時下に流れちゃうんですけど、こうやって芝生を張っていくとお水だけが流れて砂が流れにくくなって安定するんですね。土板も皆さん出来ました。どうでしょう、ちょっと確認してもらっていいですか。あ、綺麗に貼れましたね。まるですか。はい、ありがとうございます、はい、無事僕にも芝張り出来ました。あ、出来上がって、こっちの新しいところも出来上がりまして、気持ちよく巻いてるね、お水。ソン君気持ちいい。はい、こういった形で、最後は水を撒いて完了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。
今日はあの芝張りということで、はい、なんかやっぱ芝を張るというだけでもいろいろ、いや工程ですとか、そうですね、整地して、振り口調整してで並べて目地入れ て, 入れてで砂撒いて散水して、はいはい、各工程ごとあの目地もただ入れてるだけではなくて、はい、こうズレを防止することもそうですね、芝を安定させるっていうことなんですね。そうですね、物事には全て訳があるんですよ。なるほど、物事には全て訳がお後がよろしい。じゃあ会社紹介させてもらいます、はい、株式会社トビアイドはこの他にもインスタグラム、フェイスブック、LINE ビジネス、そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまたで行きましょう。またねで、はい、せーの、またね。